ネギサワさんに難しい名前なんですよ。ネギサワさんに来ていただきました、はい、パフ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 ということでネギサワさん普段、はい、どんなお仕事してます？いや、どんなお仕事、多分ねこれ見てる方は、まあ、そうでもないのかな。私はアーティストのプロデュースをしていますが、はい、この近年ですねコロナになってからはオンラインでね、はい、子供の教育事業を始めたりして、楽しい毎日を過ごしています。プロデューサーのネギサワです。はじめまして。はじめまして。今日はあれですよね、マミさんが新しくなんか番組を始めたんですかね。はい、はい、そうなんですよ。はじめましてじゃないよ初めて、やらさせていただいて、はい、こんなことやったことないんですよね。じゃあちょっと逆にどういう番組か教えてもらっていいですか。はい、この番組はですね、はい、どういうって言われると困っちゃうんですよね初めてだから本当に。だから自然体でいくっていう感じですかね、まず、うんうん、でじゃあ毎回ゲストを呼んでお話をする感じなんですかね。はい、そうです。で、相手の方を呼んで、はいはい、その方と一緒にトークをする感じなんですが、はい、その方とこう、はい、交わることが大切なんですね、うん、それ素晴らしいし、なんかマミさん得意ですよね、うん、実は。あ、そうなんですか。まあ、身体表現とかで得意かな。ああそうかもしれないです、うん、お話となるとちょっとあれなのかもしれないけど、うん、でも私から見たマミさんっていうのは、はい、めちゃくちゃ冷静で奥深く、はい、追求されてる感じのこう言葉をね普段から発してる気がして、すごいこう哲学者的な感じがして。それは絶対ないと思うけど。いやすごいなんか頭のいい人なんだろうなって。ただそれを自分で意識してないから。全くしてない。なんか、うん、そうなんだよね。だからそこなんか逆に今日紐解いていきたいような気がするんですけど超天然だと思ってましたんで。でもなんかそもそもちょっとこの企画まだよく分かってないんですけど、はいはい、マミさんちょっとあれですよね、障害を持っているということで、はい、そうなんです。普段苦労してるっていうこともありますよね。うん、それはどんなことが苦労してるんですか。こう見た目でこう見て全然その障害が現れないので、はい、あと話してても障害の部分があんまりほとんど現れない、うん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 、だから相手の方がですねこう分かってくれないんですよね、うん、自分の障害があるっていうことを、はい、うん、だけど、はい、そういうところがあるんだっていうことも話すんですが、はい、ちょっと無理みたいな気づかれないってことは別にそのままでいいんじゃないですか。まあそういう時もあります。でも、うんうん、こういうのを知っててもらった方がいいっていう時もありますよね、はい、それはどういう時ですか。例えば、うん、こういうのをやってくださいって言われた時に、うん、あちょっとなんかこ う, そうちょっとずれちゃったことをやってたりとか。ずれちゃうんですね。そんな私なんかしょっちゅうずれてて、うん、ほとんど多分焦点に合ってない感じだと思うんですけどいや、うん、でもいやそうは思わないんですけど。そっかそっか。でもちょっと自分ではそのずれちゃってるんじゃないかなっていう気がする、うん、する。周りの視線を感じるんです。そういうなんか冷たい視線ってありますよねでも別にそんなのいいと思うんですけど、うん、ダメな時もあるんです。ある、だったりするんですよ。そっかそっか、うん、そういうことがあったりする。まあでもあれですよね、多分それはもう数こなしてきてもう最近あんまり気にしてないんじゃないですか、うんうん、なんかもうそういう風にする人はそういう風にしてればいいかなみたいな、そういう風に思ってますね、うん、そう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 、うん、それでなんか今ふっと思ったんですけど、はい、なんか去年でしたね、マミさんいろいろこうコンクール賞、うん、取ったりとかいろいろこう連続でね、はい、してたので、なんかすごいもう最近こう持ってる人だなっていうイメージあるんですけど。いやそんなことはないんですけど。あれは何だったんですか。あれは本当何だったんでしょうねよくわかんないんですけど、なんかまずなんかほらひなさんがね、はい、やっているコンクールで、はい、あれはどんな賞だったんですか。カラスの、はい、役をやって、それでカラスのダンスで
カラスの役をやったんですけど、はい、普通のカラスじゃ面白くないよねっていうことで、うん、あのちょっとカラスだからそれにかけて、うん、カラフルのカラっていうのをつけてカラースくんにしたんですよ。でそういうの もともとなんでカラスが出てきたんですか。それでカラスって真っ黒なのに、うん、そうやってカラーつけてやるっていう発想自体がもうちょっと、うん、あるんですよね。あちょっとあのそういうのがだからちょっと変わってるっていうかあのいきなり出てくるっていうかそういうのもあるんですけど、でも、うんうん、あの今回のその場合は、はい、あのちょっとお手伝いしてくれた方がいて、うん、あの衣装とかを考えたりする人がお友達にいて、うんはい、その人がそういうことをやると面白いんじゃないの？あ逆にね、うん、ちょっとね、うん、ヒントをくれて、そう。それでもなんかそのカラーのカラスで何をしたんですか？うん、それで即興のダンスをやりました。あ即興ね。はい。で、はい、あのなんかあれはなんか自分で分かんないんですけど、はい、何をやっているのか自分で分かんないんですが、はい、あの。まず音楽に合わせて踊ってみたんですよね、はい、その踊りがなんか私の場合はちょっと個性的だってよく言われるんですが、はい、それはすごくいいことだし、はい、でもねそれで個性的でカラーのカラスを踊ったらその何なんか賞をもらったんですよね。あそうなんですよ。なんかそれどうしてもらえたんですかね。どうしてなんでしょうねあれは、はい、いやーやっぱりあの見てる方もそうですけど、はい、そのコンクールをやった、うん、一番上の方がやっぱり普段の頑張りも認めてくださったっていうのもあるかなって私は思うんですよ。その普段の経過と、うん、あと当日の、うん、その即興で踊ったカラーカラスが、うんうんすごかったっていうね、うん、すごかったってよ思わないんですけど多分ねいろんな人が衝撃を受けたんでしょうね、うん、と思ってくれると嬉しいんですが、うん、なんか、うん、よくわかんない、うん、自分でも本当に、うん、思った通りに動いてるだけなので。でもそれ思った通りに動くって実はすごいことですよ。そうなんですか。うん、普通はこう頭で考えて、うん、じゃあこういうふうにしてみようと思うけど実際動くと、うん、そうはいかないっていうのが自分でその思い描いたことがそのまま表現できるってすごいですよ。いやそれがそれがですよ。そういうふうに言ってくれる人はいいんですが、それが良くないって思う人もいるんですよ。いやいやいやでもね私は昨日もですね実はその今子どものオンラインスクールやってるんですけど、はい、昨日今年度最後だったんですけど、みんなに最後に言ったことは多分ねこの世の中で生きてきて、うん、よくあなたそこは変だよとか、うん、それはやめた方がいいとかこうなんか変なことを言う人がいっぱいいるけど、うん、それは気にしないで多分ねそれは道徳的に間違ってなければ、うん、あなたの長所だからっていう話をしたんですよ。あだからそれを止めないでって、うんうん、なんか変だって言われたらあこれ絶対自分の特徴なんだって思って、うんうん、そこを逆にね伸ばすようにしてくださいってそこを止めないでくださいっていう話をしたんです。あすごいすごいですね。すごいすごいっていうかそれができてるのがマミさんじゃないですか。いやでも、うんうん、そういうふうに思ってくれる根草さんがすごいです。すごい皆さん拍手ですよ。わいやあのね本当ね多分ね、うん、社会に出て社会人でこう毎日会社行って働いてる人っていうのは、うん、私もそういう時期があったんですけど、はい、なんかねやっぱり、まあ、もう世の中自体が、うん、もうこう資格紙面で、うん、こうなんか作られたね自分らしくない生き方をみんなして生きちゃってできたんでねこのちょっとコロナになるまで、うんうん、そうですね、うん、だからそうやっては逆に自由に生きちゃってる人のことが変に見えちゃうっていうのがあってな、うん、それをねなんか今こうやっぱそうじゃないんだよっていうのをなんか自然界とか、うん、いろんなことでね、うん、人間の力じゃないところでこう思い知らされて、うん、それでみんながこう気づき始めて、うん、あなんか自分はもっとなんかいろいろやっていいんだとか、うんうん、そういう感じになってきてるような気がするんですよね。
あだからそういう意味では、うん、マミさんとかって結構もうそんないきなりもう去年賞を取ったりしてるんですから、はい、多分こう先駆者っていうか、いや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 、もう走り出してる第こう、ね、一人者みたいな。いやありがとうございます。それでほらなんかコロナになってからですか、あの絵とか描き始めたじゃないですか。そうなんですよね。あのなんでかっていうと、絵を描こうと思ったのも、うん、あの全然あの昔は美術部だったりして。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だからあのでも全然描いてなかったんですね。嫌いじゃないんだけど、描く時間がなかったってこと。そうですね。それもあって、うん、あともう忘れてたみたいな。なんかね、うん、みんながこう忙しくてなんか余計なことをいっぱいしてるなんか社会になっちゃってたんですよね、うん、だからいろんなことができなくなっちゃってて、実はね蓋開けてみたら、うん、それでコロナになってこういう状態になった時にあなたは何をね、うん、選びますかっていうようなことを、うん、もう一人一人がねなんか突きつけられてる気がして。あでもそうかもしれない。それで多分マミさんは、うん、なんかわかんないけどね、たまたま家にいたから、はい、じゃあ絵かみたいになったんだと思うけど。そうです、本当に、うん、それで、でもなんかその絵は何を表してるんですか。本当に自分の中に今生まれたものを、うんうん、すごいかっこいいこと言う。今生まれたものも本当にそうなんですよ。です即興の絵なんですよ、ほとんど今生まれたもの。だからな何か描こうっていうので書くんじゃないんですよ。あすごい素晴らしい。それはだからどうなっていくかっていうの全然自分で分かってないんですよ、最後まで。えでもそれって、うん、えでもなんかこうじゃあ今日はこれから絵描こうかなと思って、うん、こうなんか走らせるんだよね、うん、はい。でも今感じてること、うん、例えば一番初めに何描いたんですか、はい、最近というかその絵を描き出した頃は一番初めでしょ。何だったんだっけ。ね、うん、なんかあのそれこそあのカラスと、うん、あれカラスのじゃあ演じたのを描いたんだ。うん、だけどもうちょっと前もあったけど忘れた。うん、それぐらいあれなんですね、その時だけなんですね、うん、すごいな、その時にね一瞬にして捉えるっていうね。いやでもなんか鳴ってる。いやでもそんなさあの風に撮ってくださるネギサワさんが最初はそう見えなかったんですよね。え 怖そうだった。あ私そう、あ私そう笑わないね、笑っちゃうよねっていう。笑わないからね。でもえちょっと待って、でもその絵は、はい、何に出展したんですか、教えてください。障害者の、うん、あの美術展みたいのがあって、うん、それに出展してみたんです、うん、それはまあちょっと自分の絵がどんなもんかなっていう興味があって。そうです、そうです。そしたらなんか賞、うん、を取ったの。あそのあほら視点がずれましたよ、はい、全然むしろ私がずれた。いやそうじゃない、自分です、はい、その障害者の方の、はい、じゃない方ですね、はい、ちょっともう一回お願いします、間違えそう。だからその障害者の作品展に絵を出したんでね、うんうんうん、で自分この絵がどうなものかなって、うん、でそれでそこで何か賞を取ったんですか。そうですね、そこまでは合ってるんですね、うんうん、でそこでいただいたのが、うん、障害者の、うん、そうで、あのやっぱりこう頑張りましたっていう賞をいただいて、うん、で ありがたいなっていうのでまず、うん、ありがとうですよね、うんうん、で皆さん選んでくれた皆さんにありがとうもありますね、はいはい、ありがとうの気持ちって大事です、ね、またこういう素晴らしいことを言って私も今その、ま、全部子どものスクールにあれしちゃいますけどね、その、うん、感謝する力をつけようっていうんでね、うん、毎週ねありがたかったこと嬉しいことっていうのをみんなに発表してもらってるんですけど、うん、そういうね感謝の気持ちを持つってこともすごい素敵なことで、うん、なんか、はい、多分ね考えて話してないんだけどそういうポイントがねポンって出てくるね、この、はい、もうタイムリーなところにこう、はい、生まれてくるものがねすごいですね、はい、ありがとうございます。何ですかねこれは。あでもあー、はい、もうなっちゃいましたね。なっちゃいましたね。今怖いって言われましたけど、はい、マミさんの弟さんっ
ていうね、大塚ひろたさんっていう俳優さんがいて、はい、その人と私は一緒にお仕事をさせてもらってて、はい、今日ね、つな、ね、がって、はい、声をかけていただきました、はい、今日はなんかすごい短い時間だったけど、なんか素敵なお話だったなって。あ、いや、こちらこそありがとうございます。でもあのひろたを応援してくれてて本当ありがとうございます、うん、それも言いたいです。最後にハッピー占いのコーナー、はいはい、じゃあそれはあるんですね、ハッピー占いのコーナー、はい、マミのハッピー占いコーナーでございます、はい、でハッピー占いは、はい、本当に即興で言うんですが、はい、ネギサワさんはですね、はい、あのとにかくあの明るくてですね、はい、面白い方だったという。まあ自由なんですけどね、はい、でもですよ、はい、外見あのこうなんかもっとかっちりした感じを受けるんですよ、はいはい、だから全然違うものを持った、ね、あの素敵さがある方だっていうのを、それはね、あの自分ではギャップだって思っていて、ギャップがあるとこう見てる、こう接してる側も面白いんじゃないかなと思うんですけど、うん、結構やっぱりそのかっちりしてて隙がない感じがあったりするような捉え方をしてくださるんですけど、全くそうじゃないので、うん、とても後からがっかりされることが多いんですね。でもそれをまたいいんじゃないですか。そうですかね、うん、あんまり悪い方に取らない方がいい、はい、そんなことで、はい、マミさんはでも今後はどんなことをやっていきたいんですか。そうですね、今後もやっぱりせっかく絵が好きだっていうのも思い出したし、うんうんうん、あとダンスも、はい、即興のダンスもやってるので、はい、それも続けていきたいなと思ってます。また何かね、うん、一緒にできることがあったら、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、うん、という感じね、はい、私はのプロデューサーなので、はい、相手のいいところを引き出していきたいっていうのがね、とてもあの常に頭の中にあるので、すごこんな感じに仕上がりましたけど、はいはい、また次は誰ですかね、ゲストはまだ分かんないですか。まだ分かんないです。じゃあちょっと誰か考えておきましょうかね。そうですね、はい、うん、こうやってつなげていくといいかもしれないですね。はい、そうですね、どうもありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。では次回に、次回会えた時に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、次回もお楽しみに。